ソウルスタインバーグソウルスタインバーグは、ルーマニア生まれのアメリカ合衆国の漫画家で、イラストレーター。日本では、スタインベルグとも表記。その知的で宣伝されたスタイルで1コマ漫画の世界に、革命を起こす。主に、ニューヨーカー誌で活躍した。ルーマニアのルムニクサラと、ラムネクーセレットで、ユダヤ人の家庭に生まれ、ブカレスト大学で1年だけ哲学を学んだ後、 イタリアのミラノ工科大学に転じて建築を専攻1940年に卒業した。ミラノでは風刺雑誌ベルトルドに積極的に関与したが1942年ファシスト政権下の反ユダヤ的なイタリアを逃れて渡米。ニューヨーカー死のために表紙を85回描き漫画やイラストを642点発表した。中でも有名なのは 同志1976年3月29日号の表紙となったイラスト、9番街からの世界観で、ニューヨーク市民の独善性をひにくった内容となっている。アメリカやヨーロッパで何度も古典を開き、漫画家とアーティストの双方に属する、ほぼ初めての作家となった。日本でも、栗王子や鈴木義次、藤子藤を、真部博、古川拓。 柳原良平、横山大蔵、和田誠など多くの漫画家、イラストレーターに影響を与えた。ありがとうございます。